老子は、中国春秋時代における哲学者である。諸子百科のうちの道家は、彼の思想を基礎とするものであり、また、後に生まれた道教は彼を始祖に置く。老子の呼び名は、偉大な人物を意味する損傷と考えられている。書物、老子を書いたとされるがその履歴については、不明な部分が多く、実在が疑問視されたり、 生きた時代について激しい議論が行われたりする。同居のほとんどの宗派にて老子は、神格として崇拝され、三世の一人である大女老君の神明を持つ。四季の記述によると、老子は、紀元前六世紀の人物とされる。歴史家の表は様々で、彼は、神話上の人物とする、意見、複数の歴史上の人物を統合させたという説。 在名時期を紀元前4世紀とし、戦国時代の諸子百科と時期を同じくするという考えなど多様にある。老子は中国文化の中心をなす人物の一人で、貴族から平民まで彼の血筋を主張する者は多く、利子の多くが彼の末裔を称する。歴史上、彼は多くの反半径主義的な業績を残したと受け止められている。 老子の履歴について論じられた、最も古い言及は、歴史家、柴仙が、紀元前100年頃に表した、四季、老子間比列伝中にある、三つの話をまとめた箇所に、見出される。一、老子者、即見、励むごう極人里美となり、整理師、名のみ、自、衆守る増出の文み屋。二、孔子的衆、正門文令老子。 三、老子治む道徳、その学ぶ一員無名ため務む。一周久行き、三、衆の水、の水さ。至る関、関礼、陰気曰く、子、昭院確か、強しため我が著書。おぜ老子の著書上下編、こと道徳の囲碁千横と実作、博知祖のところ終わり。四季巻六十三老子間比較伝伝説では、老子は衆を去る際、 水牛に乗っていたというこれによると老子は、生は、理、名は、耳、字は、その区間、ハゲム号の極人里という場所の出身で、州の酒造室の死を務めていた。孔子が、霊の教えを受けるために赴いいた点から、彼と、同時代の人間だったことになる。老子は道徳を治め、その思想から、名が知られることを避けていた。しかし、 長く州の国で過ごす中でその衰えを悟ると、この地を去ると決めた。老子が国境の関書に着くと、関書の役人である陰気が、先生はまさに陰性なさろうとお見受けしましたが、何卒私に書いていただけませんかと恋、老子は応じた。これが後世に伝わる、老子道特教とされる。この書を残し、老子は、いずことも知れないところへ去ったといい。 その後のことは誰も知らない。老子という名は損傷と考えられ、老は立派もしくは古いことを意味し、子は達人に通じる。しかし、老子の姓が理ならば、なぜ孔子や孟子のように理子と呼ばれないのかという点に疑問が残り、老子という故障は他の諸子百科と比べ異質とも言える。出身地についても疑問が提示されており、宋う天運編で孔子は、はの地に、 老子を尋ねている。また、苦い剣、励むの里と、意味的に不詳の字を当てて、老子の反属性を強調したとも言われる。曲人についても、一説には、人氏を曲げるという意味を含ませ、曲、人氏という場所の出身と東大の同化が書き換えた、もので、もともとは、その反属国であった、陳の僧というところが出身と書かれていたとも言う。式には続けて、 4. あるいわく、ロークルコまた素人なり、著書15編、ことどうかのよう、とも孔子同時うん。四季巻六63老子主比列伝とあり、ロークルコという素訪の人物がやはり、孔子とは、同じ時代に行き、どうかについての15章からなる章を表したと伝える。この説は、あるわくイコール、あるいは曰く、または、ある人曰くで始められている通り、前説とは、 別な話として書かれている。さらに、式は、三つ目の説を再録する。五、二郎氏百有六十余り、あること二百余、も、そのおさむどしかもようこと武器なり。六、自公子氏の後百二十九年、しかも式、修太氏見旗健康曰く、し広氏しあたえあまねあい、五五百しかもり、り七十字派王じゃでえん。ある約束老子ある曰くひなり、よ。 博痴祖の祭菜。老子、陰君子なり。四季巻63老子間比列伝ここでは、老子は、州の大使、という名の偉大な歴史家であり、先生家とされ、旗の健康在維持に生きていたとしている。彼は、孔子の死後129年後に、健康と面会し、かつて同じ国となった旗と州が500年後に別れ、それから70年後に、 旗から覇者が出現すると予言したと、芝千は述べ、それは、不老長寿の秘術を得得した160歳とも200歳とも、思われる、老子本人かもしれず、その根拠の一つに、と老子の字、が同音であることを挙げているが、間違いかもしれないとも、あやふやに言う。これら、式の記述はにわかに信じられるものではなく、学問的にも事実ではないと否定されている。 合理主義者であった歴史家、芝仙自身も断定して述べていないためこれらを確たる説として採録したとは考えられず、記述も批判的である。逆に言えば、芝仙が生きた紀元前100年頃の時代には、すでに老子の経歴は謎に包まれはっきりとしなくなっていたことを示す。四季は老子の子孫についても言及する。七、老子有き子名集。 胸ためぎ進む、風を断母子。胸子中、中子宮宮原村、奥、奥氏を観光、文しかも奥、雪子いため二河にし大夫、陰屋、お人支援。四季六63、老子館比列伝、老子の子は、そうと言い,い、義の将校となり、断刊の地に封じられた。胸の子は、中、中の子は、宮、宮の原村、奥は、 漢の高文帝に仕えた。奥の子、かは、二河西王の大夫となって、聖国に住んだという。この、二河西王とは、クレスワへ七国の乱で、五王、竜に連座し、慶帝三年に殺害された。竹内義親や小川玉樹は、これを根拠に一代を三十年と逆算し、老子を紀元前四百年前後の人物と定めた。しかし、 津田総吉や楠山は、この系譜が事実ならば、会は、芝千のほぼ一世代前の人物となるため、式にはもっと具体的な序述がされたのではと、疑問視している。創始が表したという、創始の中には、老丹という人物が登場し、老子道特許にある思想や文章を述べる。淳史も、淳史やマネロン編17にて、老子の思想に触れ、 老子有権を、無権を真と批判的に述べている。さらに、真の両不意が編纂した、両氏春秋富士編で、老単一重老単という思想家に触れている。気候編では孔子に勝る無意の思想を持つ、思想家として、老単を挙げ、その思想は、王者の思想としている。このような記述から伺える点は、老子もしくは老子に固くされる思想は少なくとも、 戦国時代末期には存在し、諸子百科内に知られていた可能性が大きい。しかし、例えば現代に伝わる、創始は、創始本人のことに近いと言われる内編7と彼を後継した、創始学派による後に加えられたと考えられる、外編15、雑編11の形式でまとめられているが、これは、新代の格像が定めた形式であり、 内編で、老子に触れられていてもそれが確実に、創始のこととは断定できない。このように、諸子百科の記述に出現するからといって老子が生きた、時代を定めることはできず、学会でも結論は得られていない。このように、確かな伝記が伝わらず、真偽定かでない伝承が多く作られた、老子の生涯は、現在でも定まったものはなく、多くの論説が試されてきた。 老子の存在に疑問を呈した初期の思想家は、北儀の最小、蔡老氏だった。当の関与は、孔子が老子から教えを受けたという説を否定した。その後の宋代には陳指道、破敵、孔子信らが、老子の伝記を検証し、信代のお中と、蔡術は、式第三の説にある、大師、水が老子を正しく伝え、孔子の後の人物だと主張した。 20世紀中頃に至っても研究者による見解は、まちまちのまま、その論調はいくつかのグループに分かれていた。大きくは、古代中国の文献類に信頼を置き、老子像を捉える、死に西しへと、逆に批判的な、義ことに分類できる。老子の時代についてはさらに分かれ、古敵、東蘭、各末弱、高方、強し、バジョリン、高通先見法、 鎮鼓オーラは、孔子と、ほぼ同時代の春秋末期とする、早季節と唱え、両慶長千圧氏ラネ、サワ、タンカイ、はじめなどは、戦国末期と考える、晩季節を主張した。老子の存在を否定する派では、孫子船は老子を、宋子学派が創作した、架空の人物と主張し、1957年に、刊行された、と国章の、 先進書士思想概要では、中国思想の論理学派を説明する中で、老子に触れた功がないだけでなく、一切老子に触れずどうかの層層師としている。老子誕生の図。一般に知られた、伝来の伝記では、老子は、周王朝の王宮法廷で、記録保管役として働いていたという。ここで彼は皇帝など古エの著作に触れる機会を、多く得たと伝わる。 伝記では、老子は正式な学派を改祖したわけではないが、彼は、多くの学生や高貴な門弟へも教えを説いたと、されている。また、儀礼に関する多くの助言を孔子に与えたという、助述も様々な形で残されている。新宣伝など、民間の伝承では、周の帝王三年に、母親が流星を見た時に、老子を解任したが62年間も体内におり、 彼女が、梅の木にもたれかかった時に、左の脇から出産したという。それゆえ、老子は、知恵の象徴である白髪マジリの顎ひげと長い耳たぶを、持つ、大人の姿で生まれたという。他の伝承では、老子は、不次の時代から13度生まれ変わりを繰り返し、その最後の生でも990年間の生涯を、過ごして、 最後には道徳を解明するために、インドへ向かったと言われる。伝説の中にはさらに老子が、仏陀に教えを説いたとも、または老子は後に、仏陀自身となったという話もある。中国の歴史上、老子の子孫を称する者は数多く現れた。東朝帝室の李氏は祖先を老子に求め、聖祖大道元元皇帝と送りなされ、ますます尊崇を受けた。 これら系府の正否は判断がつけられないが、老子が中国文化へ大きな影響を与えている少佐にはなり得る。現代に伝わる式には記載されていないが、老子には白洋という字があったとされる。白尾とはもともと、青州第十二代、雄王の時代に、州が滅亡することを予言した人物のことである。 これは、四季二流大使の覇王出現の予言が影響し、五冠の時代に、大送り名に変えて、白洋を辞とする改ざんが加えられたことの名残である。老子など多くの歴史的人物を潜入視する、不調は、前漢時代に起こり、これを批判し、王三は、論考という書の、同居編で、老子不老不死説を取り上げ否定した。白尾と老子を、同一視する説は、 このような時代の流行を反映したもので、逆にそれが、四季の改ざんにまで及んだことを示す。伝統的記述では、老子は、都市生活における、モラルの低下に、うんざりするようになり、王国の衰退を記したという。この言い伝えでは、彼は160歳の時に国境を定まらぬ西方へ、移住し、ヨ捨て人として生きたとある。城西の門の衛兵、陰気は、 東の空に詩雲がたなびくのに気づき、四人の殿を連れた、老子を出迎え、知恵を書き残してほしいと願った。この時書かれた書が、老子道特許だというところは、式と同じだが、一説には、衛平は職を辞して、老子に教師、二度とその姿を見せなかったともある。この陰気は、そうし、天下編などで登場する、下人ではないかとする説がある。 天下編で創始は官員を老師と同じ動化の一派と分類している。官は文字通り関所であり、因は役所の長官という意味を持つ。そのため、元々は役職名から転じた、通称、官員なる人物が尊敬する老師と出会い喜んだ様が、式に見られる、席礼陰記という表現となり、人物名、陰記へ転じたという説がある。各末弱は、 この関員とは、聖のキビカの学者の一人である、玉城縁がなまったものという説を述べた。これに基づけば、玉城縁の功労思想が、老子の思想体経過に影響を与えたと考えられる。老子が表したと伝わる、老子道特教は、老子、道特教、道行、特道行、五千ことなど、様々な名称でも呼ばれる。この書籍の真偽、 元々の形についても、老子の実在や時代の判断に直結することもあり、数多くの主張や議論が行われてきた。この老子道特許を成立期が判明すれば、それは老子が生きた時代の加減と考えられる。老子道特許がその書籍名を明示して引用された最初の例は、前漢の武帝大にワイナオーリュ王アンが編纂したワイナンコである。 ここに注目し、老子道徳教は、先人の金言が、徐々に集積され、武帝の時代に形式が整えられて署名が与えられたという説がある。晩期説を唱えた、両慶長は、1922年に、新聞史上に短い論説を発表し、老子道徳教は、戦国末期にできたものと唱え、4年後に、竹内義雄が、 老子原始にて独自にほぼ同じ説を述べた。両慶長は辞説をまとめ、6項目の根拠を示した。ヒョウトムランは、文体論から、老子道特教を考察し、経典の形式である点は、戦国時代の特徴で、春秋時代の対話形式ではない点から、戦国規制立を主張。他にも、老子の、不証権という概念は、牧師の、証券を否定したもので、 それゆえに老子は、牧師以降の人という説も唱えられた。一方で、春秋時代の成立とみなす学者も多く、例えば、両毛うつは、老子道特教内で用いられる語義が非常に古い点、その思想は、女権に優位が軸をなす点、また、男、女ではなく、オス、メスという後代とは異なる漢字が使われる点を根拠に挙げている。 戦国規制立説への反証も行われ、時代考察の一派を占める。また、もっと後世の策という説もあり、漁師春秋と共通する箇所は引用ではないと主張した。古結号らは、漁不意と同じ信頼、流説は、前漢の経帝時代という見解を述べた。このような議論を通じ、少なくとも老子なる人物が生きたであろう。 時代と、老子道特教が作られた時代には、開きがあり、同書は、孔子や、牧師同様にその系譜にあたる弟子が後年にまとめた、ものという考えが主流となり、義古派もしくはこれに、民俗学や、文献学などを取り入れる、借位にしえ派の考えが定説として固まりつつあった。このような、老子道特教の成立に関わる、考古学的発見が、20世紀後半に2件、 もたらされた。1973年、湖南省庁佐市で、関代の紀元前168年に造営された、馬王体三号墓から、白書の写本が出土したが、これには日種の、老子道特教が含まれていた。さらに1993年、今度は、古北省啓門四角店で、戦国時代の祖国の墓から730枚の畜館が発見された。 この中には3種類の老子道特教が含まれていた。いずれも署名は記されておらず、また現在に伝わる老子道特教とはそれぞれに、さえこそあるが、この発見は老子研究に貢献する新たな物証となった。1973年に発見されたバオタイ白書老子道特教二種は、現在に伝わる老子道特教とほぼ同じ内容ながら、 西とも、上下辺の順序が逆転し、下辺が前上辺が後になっている。後本、おつ本という名は、便宜上付けられたものである。後本の字体は、旗の焦点の流れを組む霊書体であり、おつ本は、同じ霊書でも関大の字体を持っていた。さらに、おつ本では、国の字がすべて、国に置き換えられていたのに対し、後本は、国を使用している。 これは、お本には、全巻の流邦死後にこの字を引きしたことが反映され、後本はそれ以前に、写本制作されたことを示す。これによって、原本、老子道徳許は少なくとも全巻、高祖時代には、現在の形で完成していたと証明される。さらに、各点1号祖母は、副葬品の特徴を分析した結果などから、 戦国時代中期の紀元前300年頃のものと推定された。その中には、君主が老齢の進化に賜る鳩杖があったことから、正式発表はないが、被葬者は70歳以上で死亡したと考えられる。この墓から発見された畜巻は16種類あり、さらに、老子道特許に相当するものは後、後本、乙本、平本の3種類に分けられた。 この項、オツ、平凡に共通する文章はわずかに項と平の一部にのみ、あるが、細かな文言などに差異があった。そして三本を合わせても三十一章にしかならず、現在の、老子道特許八十一章の一三にしか、相当しない。浅野雄一は、各点訪へ観光、オツ、平凡について、老子道特許に相当する原本が存在し、 思想者もしくは写本制作者が何らかの意図を持って、その都度部分的に写し取った三つの畜巻と推測した。その根拠は三本に共通部分がほとんどない点を挙げ、これらが老子道徳教が形成される、途上の三家庭とは解釈できないとした。その一方で、思想内容には整合性があることから、別々の作者とも考えにくいと述べた。さらに、こう。 平凡の共通部分にある際は、原本、老子道特許には写本を繰り返す中で、すでに複数の系統に分かれたものが存在していたと推定した。当時、書籍は、簡単に作成、流通できるものではなく、各点一号祖母の被装者も透明な人生の中で、機会を得て、各点座へ感を得たと考えられ、もしそれが若い自分ならばそれだけで、原本は、 紀元前300年から数十年単位で遡り、存在したことになる。さらに、こう、平凡の差に見られる複数の写本系統を考慮すれば、その時代は、さらに古くなり、老子道特教原本は、戦国前期の紀元前403年紀元前343年には、成立していた可能性が高まり、数々の論議はかなり絞られてくる。 各点一号祖母被葬者の年齢など科学的分析結果は全容が公表されていないが、それいかがによっては、老子道特許を成立時期がさらに明らかになる可能性がある。政治において老子は、小国家民を理想とし、君主に求める政策は無意の地を唱えた。このような考えは大国を志向した儒家や牧家とは大きく異なり、 春秋戦国時代の騒乱社会からすれば、どこか、現実逃避の因子思考とも読める。しかし、このような思想は、孔子の論語でも触れた箇所があり、この後編には、孔子一行が南方を旅した際に出会った百姓の、長祖と欠如という人物が城を捕まえて、世間を避ける我々のようにならないかという。同編には、その国で、因者、 節子氏と名も知られぬ老人が孔子を会う話がある。このように、諏訪に代表される古代中国の南方は、特に春秋の末期には中原諸国との激しい戦争が繰り広げられ、それを嫌い隠遁する知識層が存在した。老子の思想は、このような逃避的、反社会情勢的な思想に源流を求めることができる。老子が描く理想的な 小国家民国家は、とても牧歌的な社会である。小国家民。私有重白の器地不要、市民重視しかも不縁し。家ども優秀よ、部署上の、家ども有公兵、無所賃の。市民またケツ縄事用の、簡素の職、美その服、安その胃、楽その俗。隣国愛、持ち、経験の声相門、身に至り老子、不相、上り来たる。 道徳兵八十老師が言う、小国仮民の国。そこでは兵器などあっても使われることはなく、死を落として遠方へ向かわせることもない。船や車も用いられず、甲冑を着て戦うこともないと、戦乱のない世界を描く。民衆の生活についても、文字を用いず縄の結び目を通信に使う程度で、十分たり、今のままでもその食物を帯びみと思い、 服装も立派だと考え、住まいに満足し、それらを自給自足でまかない、その素朴な習俗を楽しむという。隣の国との関係は、互いに望み合えてせいぜい鳥や犬の鳴き声が、かすかに聞こえる程度の距離ながら、一生の中で往来する機会などもないという。このような鮮明な農村の理想風景を描写しながら、老子は政治について説いてもおり、 大国統治は小魚を調理するように上からの干渉を極力抑えて、民のあるがままにすべきと君主へその秘訣を述べ、養殖者などに名声が高まったら帰って、謙虚にすべきと悟し、民に対する異性者へり下りこそが天下に歓迎され、長期にわたり安泰を維持できるとある。権力政治に対して民が君主の圧政と重罰になれると、 上の権力をものともしない状態になり、民が、圧政に苦しみ、死を恐れなくなれば、死罪による脅しも効かなくなり民の反乱、国家の崩壊を招くと警告している。また、法令をどんなに整備しても、必ず法網をくぐる者が現れ、さらに犯罪者が増えるという趣旨から、法律、政令の簡素化を解いている。中国の共産主義革命以後、 老子のイデオロギーがどんな社会階級から発せられたものか議論となり、半分乱は、春秋末期から、戦国初期の没落領主層の思想に基づくと主張した。マルクス主義の旅ブリワは、都市商人に対する農村の信仰人主らの闘争理論だと述べた。郊外路は、戦国時代に疲弊する農業共同体の農民思想の代弁だと主張した。カ塚は、 政治腐敗に嫌気が差しの村に逃れた知識層か戦乱で逸民した学者階級などと推測する。しかし、この問題は解決を見ていない。老子像伝統的に老子は道教を創立させた人物と評され、老子道特教は道教の根本または源泉と関連付けられる。一般的な宗教である道教では最高の神格を 極光大帝としているが、後と米道など、道教の知的集団では、老子は、神明、大丈老君にて、死にの中でも最上位を占める三世の一柱と、みなしている。関王朝以降、老子の伝記は、強い宗教的意味合いを持ち、道教が、一般に根付くとともに老子は、神の一員に加わった。神聖なる老子が、道を明らかにしたという信仰が、 ゴトベイドという、同教発となる教団の組織につながった。さらに後年の同教信奉者たちは老子こそ、道が実体化した存在と考えるようになった。同教には、老子道特教を執筆した後も老子は行方を、くらまさず、老君になったと考える一派もいるが、多くは、道の深援を明らかにするために、インドへ向かったと考えるものが多い。サイモンの主営、 陰気と老子の関係についても、多様な伝説が残されている。老子道徳教の成立は、西へ去ろうとする老子を引き止めた陰気が、迷い苦しむ人々を救う真実をもたらす神聖なる、老子の英知を書き残してほしいという懇願に応えた、ものが発端と言われる。民族学的には、この老子と陰気の出会いは同教における理想的な使と、 弟子の関係を表したものと受け止められた。老子と陰気の出会い7世紀の書、三道玉の王は、老子と陰気の関係についての記述がある。老子は、西の門を通ろうとした際に、農民のふりをしていた。ところが、門番の陰気が見破り尊い死へ言葉をこいた。老子は直ちに答えようとはせず、陰気へ説明を求めた。彼は、己が、いかに深く、 道を探求しているか、そして先生を長く学んできたかを述べ、改めて、老子の教えを願った。これを、老子は認め、陰気の弟子入りを許可したという。これは、文下に入る前に希望する者は、試験を受けなければならないという道教における指定の、規範を反映している。信者には決意と能力を立証することが求められ、求めを明瞭に説明し、 道を理解するために進む意志を示さなければならない。賛同玉の王によると、指定のやりとりは続く。老子が陰気に、老子道特教を渡して、弟子入りを許可した際、道教の一員が受けるべき数々の論理的手法、学説、聖典など、他の教材や訓示も与えた。ただしこれらは、道家としての初歩段階に過ぎず、陰気は死に認められるために、 生活のすべてを投じた三年間を過ごし、道の理解を完成させた。約束の時となり、陰気は再び決意と責務を、全うしたことを示すために黒い羊を連れ、市場で、指定はまみえた。すると老子は、陰気の名が不滅のものとして、天上界に記されたことを告げ、不朽なるものの衣装を陰気に与えるために、天の行列を降臨させた。物語は続き、 老子は陰気に数多くの称号を与え、九つの天上界を含む宇宙を巡る万有へ連れて行ったという。この幻想的な旅を終えて戻った二人の賢人は野蛮人どもが跋扈する再域へ出発した。この修練、再建、万有は中世の道教における最高位への到達過程、三洞窟の教訓に必される。この伝説では、老子は、 道教の最上位の師であり、陰気は理想的な弟子である。老子は道を具現化した存在として描かれ、人類を救う教えを授けている。教えを受ける陰気は試練と評価を経て、指示そして到達という正しい段階を踏んでいる。大乗老君は歴史の中で多くの化身、または様々な受肉を経て、 多様な外観を備え、道の本質を解いたという。これは、元の時代に再解釈され、仏教に対する道教の優位性を論拠づけるために、老子八十一数が作成された。老子の生涯を図で示し、その偉大さを示そうとした、全新教の動詞、李シツが指示しれいきつねあきらと、シムネツネが作成した動詞書は、謙奏の謹慎を通じて広く流布させようと。 格索された。しかし、本書は一部を除き仏画の伝承を表説したもので、これを、小進は、彩尺、隋しかもため、老隋、開花章しかも桜を殺しと批判した。事実これは、全進道の丘長春が、チンギス官と面会して、以来発展を続ける道教の宣伝活動に加えて、過去説を強調して、仏教の相対的地位低下も狙っていた。 仏教界の反発は強く、1255年8月には、皇帝を前に仏教界と同教界の直接論争が行われた。その後同様の論争が開かれ、老子81数が偽作と認定されるなど、最終的に同教側が破れ、古典以外の同教の書や教は、紛書された。竹林の七県の一人、 傾向の著、政権公私伝さんなど、中外日報社説氏族の姓、老は実在し、僧には老子という貴族がいた。しかしこの一族と老子を結びつける証拠はない。貝塚 P87 牧師の、墨も、姓ではないという説がある。しかしこれはもともと姓を持たない階層の人物、敵が入れ墨を入れられた、囚人階級出身だったとか、 または同音である層のメビス氏の性が転じたという説などがあり、老子の名付けとは性質が異なる。貝塚は当時の通信事情から中国の新聞を竹内義雄が見る機会はまずあり得ないと述べている。貝塚、P90 出土した本特に書かれた記念から判明。朝の湯浅 P30 本客中は出店客中内で提示されている。 出典を示しています。ありがとうございます。